こんにちは、エミリンこと松見です。サブちゃんですか。こんにちは、こんにちは、エミリン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 です。始まるよ。こんにちは、エミリンこと松見です。今日なんですけれども、誰も分からないと思うんですけど、はい、今撮り直したんですよ、一回、はい、なんで全然違うんですか。気分が変わりました。さっきこんにちは、大松美ですとか言ってたのに、本当その時に出てきたテンションとその時に出てきたものなので、何の意味もこだわりもないんですよ。天才じゃないですか。確かに、キモ。違う、こだわりがないってことを言いたいだけ。その天才肌みたいなやりたいじゃなくて、降ってきてるとかじゃなくて。だってさっきのオープニングだったらあれで始めるわけでしょ。はい、すごいですね。1回目の時はこんにちは、エミリーこと大松美です、こんにちはの気分だったんですけど、今はエミリーの気分でした。なるほど、その差だけですね。はい。で、今日なんですけれども、プリ家族で食べ放題企画、計画。なんで、なんでエコーで音程が変わっちゃうんですか。計画です。止まっていくですね、だんだん。はいはい、スローにしちゃったのかな、間違えた。エコー、そう。編集さんが間違えちゃうやつです。プリ家族は、私が芸人時代、最もお世話になったと言っても過言ではない場所です。多いですね、やっぱ、磯丸水産とか。はい、自分を拠点にしながら、いや、磯丸水産、でも磯丸水産はバイト先の店長さんがよくおごってくれたんですよ。ああ、どうしたね、バイト先に行ってたって。一人貴族は自分で行ってました。自分で行けたっていうありがたさ、うんうん、で、もう本当に申し訳ないですけども、私当時ランチからやってる店舗があって、お昼空いてる店舗、ちょっと早めの夜に空いてたのかもわかんないんですけども、はい、ランチを食べに行ってましたよ、く3品頼んで1000円いかないんで、唐揚げとキャベツとラーメンとか食べてました。今ね、若干値上がってたんですよ。前280円でしたよね。そっか、うん、今370円でした。ほんとだ、うん、時代。というわけでも、思い出の取引を頼みつつ、昔のこととかも振り返りながら進もうと思います。あ、今日昔を振り返れないかなと思ってメモ帳をね、遡ってたら、メモ帳、スマホのメモ帳、あ、スマホ、はいはいはい、ずっとその iCloud に残してずっとアップデートし続けてきたタイプなんで、はいはいはい、2015年のネタを思いついた時にメモするメモが出てきたんですよ。2015ってことは芸人1年2年目ぐらいってことですか。え、多分そうですね、うん、その時とかってなんかそのやっぱ面白いこと思いついたらメモする習慣つけろよとかもよく言われるじゃないですか、はい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 、まさにその時のメモが出てきて、うん、ちょっと後ほど見せるんで、はい、ちょっと一緒にこれは面白いと思ってたんだねとか、これはセンスいいねとか、ちょっと一つ語り合いましょう。わかりました。はい、では頼みます。ニコ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 。静か、取り気づく、変な感じますね。ね、わかる。そう、あ、今日撮影協力していただいておりまして、回転前に回転前に少し撮らせていただいてます。ありがとうございます。来始めたので撮り始めます。とりあえずいつも頼むおかわり無料のキャベツ盛り、ね、これは本当にお世話になってます。いつもありがとうございますって感じで、私はこれをプラスごま油トッピングのマヨネーズをトッピングで、これ無料いただけるんですよ、うん、いただけるっていう食べ方を昔からずっとしてました。なんだ、知らなかったです。僕たっぷりくれるんです。ちょっとそうなんです。失礼いたします。こちら軟骨でございます。私が大好きな軟骨とピーマンの肉詰め、これマジ美味しい。これマジ美味しいですよね。ほんと美味しいです。ほんと美味しいです。鶏肉の唐揚げもマジ美味しいです。これ知らなかった。そう、これで胸肉なんでマジ美味しいです。あっさり食べれるみたいな。へー、すごい美味しいです。食べましょう、はい、いただきます。では頂戴します。さっきいただきましたのに。さっき確かに私いただきますって言ったかも。ちょっと最近平林先生に会ってないか気が緩んでます。そもそも鉄拳かもしてもらわないと。あれ、最後いつでしたっけ。結構空いてるんですよ。そう、なんでしたっけ。いただきます。はい、30%が最後ですか。痛いと思います。あの気持ちなんかちょっとましたね。謝罪謝罪。あれですか、めっちゃ美味しいでしょ。やっぱり会いたいです。平林先生、家行きます。行きたい。無理してっけ。平林先生の自宅に行かせてくださいって、菓子折り持ってご挨拶に行かせてください。で、お菓子とかチョイスで怒られてほしい。で、でも美しい野源軟骨です。本当に綺麗ですね。ね、ごめんなさい、野源軟骨。お、全然大丈夫です。いただき食べます。何だと野源軟骨か。やっぱ女子ってコリコリ系好きですよね。コリコリ系の油じわじわ系か。わかります。ね。私はコリコリ派なんで、野源軟骨、砂ずり、ハツ、大好き。ハツ、なるほど。普通の軟骨好きなんですか。軟骨の唐揚げとかも好きですし、せせりとかも好きです。あ、せせり好きっすよね。うん、皮とか豚汁とか食べますよ。豚汁とか好きにしますね。うんうん、分かりますね、結構そういう。なるほど、コリコリかジワジワか、うん、今気づいた、もうこぼしてる。え、今日お乳なんですけど、このブラックハート、ショック、ショック。うまっ。当時の3歳で食べたら何ですか。ラーメン、唐揚げ、キャベツ。ラーメンキャベツおかわりの量なんで2杯ぐらい食べてます。なるほど。本当に当時お金としてなかったから、うん、今日恩返しです。よろしく。うん、うまっ。キャベツ
ップの量すごくないですか、氷の量。これ一回頼んだらずっと氷の量でしょ。すごいですね。うん。すごい食べてましたもん。だからもう、芸人時代からしたらもう野菜摂取チャンスみたいな。あ、なるほど。野菜高いから。芸人さんからしたらね、これが魔法のボールわけじゃないですか。うんうん、友達は魔法の日違って毎日同額の常に10万円入ってるって言ってました。すげえ、すごいですよね。いるんだなお嬢って気持ちになりました。特に大学が私立だったんでやっぱ一定数いましたね。あ、田舎出身なんで、はい、いなかったんですよ教授の息子とかは。うんうんうん、そっか、うち大学ないからあれだけど教授の息子がいるんだって思いました。確かに、はい、分かります。広いですよね世界って。でも私結構リアルに有名な話ですけど、うん、一番好きなの山芋かもしれないです。僕もですね、はい、あれやばいですよね。何なんすかね山芋焼き。あんなもんあっていいんすか人生。いやマジで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 、ね、普通にうちら1個ずつ食べましたから ね山芋1個あれは食べれちゃう。あれ1人ずつ頼んだ時マジ大人だったと思いました。あ、これっぽいね。確かに生まれましたね。こんなのネタシェアでしたもん、ね、うん、めっちゃ美味しいですから、ね、うん、食べてほしい。何これ味変わってるんですけど、さらに美味しくなってます。当時の。絶対、作り方とか製法変わってます。でもめっちゃ美味しくなってる。これ、変わってなかったらマジで恥ずかしいな。絶対変わってる。味違うもん。でも美味しい。さらにリニューアル。でか。まあ、唐揚げも頼むことによって、え？唐揚げも頼むことによって、このキャベツ食べ放題のキャベツがめっちゃ進むんですよ。何なの？美味しいですね。名前も早く食べたいですよね。結構時間かかるんですよ。いや、生きてるんですもんね。はい、分かんないですか。じゃあ一個一個焼いてるんで当たり前ですけど。うまいですよ。どうですか唐揚げ。え、うまいですよね。はい、何がどううまいですか。失礼いたします。ふわり山芋の鉄板焼きです。はい、熱いので気をつけください、はい、いや最高じゃん。幸せそうな。これ幸せっすよ。というわけで改めて紹介させてください、はい、これがマジで一軍メンバーで私の中は、うん、まず鳥貴族焼きの胸スパイス。スパイス美味しいんだよね。パシュシで、やりなこつで、これこれなんですよ、ね、これなんですよ。これ正式名称何でしたっけ。ふんわり山芋の鉄板焼きです。有名ですけど、もう皆さんぜひ、もし食べたことない方がいたら絶対食べてほしい。ますか、そんな人。ガンガン鳥貴族に行ったことがあって食べたことない人います。逆にコメント欄で、私鳥貴族行ったことあるけどこれ知らなかったっていう人もしいたら言ってください。うん、絶対食べたほうがいいね。うん、これに混ぜるんですかね。絶対しいじゃん。なんでこんな美味しいもの考えついちゃったんでしょうね。本当ですよ、ね、誰ですかこれ。最初に山芋焼きませんって言った人は誰なんですか。お礼言いたいです、マジで。ちょっと探しますわ。うん、ほらか、うん、うん、まっ、ありがてぇ。熱々ですもんね。え、おいしい。え、幸せ。うん、この、なんすか、このとろろ、とろろ焼いて、なんかだしみたいな味付けして卵上に乗せて、マヨネーズと海苔乗せた人が。どういうことじゃないですか。同じ人ですか。この工程全部は、一人の人ができたものを持ってきたのか、なんかとろろ焼いたらうまいんじゃないって誰かが言って、じゃあマヨネーズかけようよって誰かが言って、一人もかけたらよくないとか言って、みんなのアイデアで生まれたのか、どっちですか。出てますね。出てくるかな。教えてくれません、鳥貴族さん、その秘密を。確かに美味しすぎるんですけど、これめちゃくちゃ美味しいけど、やっぱ家で作ったら大変じゃないですか。とろろ吸って、うん、焼いて、うん、鉄板もね、洗うの大変だし、うん、その手間も全部請け負ってくれて、この価格で提供してくれるっていう、うん、性格いいっす、マジで。性格いいっすね、確かに。マジ性格優しい、うん、嫌ですもん、私だって洗い物大変だしなとか、こびついちゃうんで。うん、美味しい。ちなずりちなずり。さっき思ったんですけど、マジで一人で東京来て一人でやってたんですよね。仲間とかないじゃないですか。いや、ないじゃないですか。それ超大変じゃないですか。確かに、だからやんじゃいましたね、最初は。ですよね、うん、大学とか行きながらとかまでいいじゃないですか、その東京で、うんうんうん、でもそういう人もいないし、22で誰も友達いない状態で、もうマネージャーさんしか知り合いないみたいな状態での状況でしたね。養成所とかでないから、うん、同期とかいないし、同期もいないし、何なら同期女優さんとかだし。ああ、なるほど、うん、だから最初はなんか孤独でした、本当に。絶対そうですよね、うん、余裕がないから孤独だし、お金もないし、うん、誰からも褒められることとか求められることもないし、若手芸人なんですけど、無駄に忙しいんですよ。オーディションがあったりとか、うんうん、事務所がすごい優しくて、うん、とりあえず場数増やしてあげようっていうので、その無料ライブみたいなのにめっちゃ出てたんで、ギャラのない若手ライブみたいなのに結構出させてもらってたんで、はいはいはい、それはありがたかったんですけど、うん、ネタ考えなきゃいけない、練習もしなくちゃいけない、でもそれずっとやってても生活ができないから、夜中にバイトして、夜9時から朝5時までバイトして、そこから朝5時に帰ってきて、あ、どうしよう、今日のライブのネタまだできてないみたいな、ずっとなんか精神的に何かに追われてるみたいな。それはなかなかしんどいですね。そうなんですよね。友達いない、同じ教育の人いない、うん、まず唯一仲良くしてくれたのは丸山礼ちゃんです。はぁ、あ、はぁ、あ、うん、ぐらい。どういうつながりですか。なんだっけ、ツイッターかな。え、ツイッターかなんかで、丸山礼ちゃん米力の塊なんで。あ、ちょっとごめんなさい、
え、もうすごいですよ。マリアマリーはすごい。私が言いたいのは、面白いみたいな、リップしてくれたかなんかだった気がする。なんか私、マリアマリーちゃん大好き。今思ったら、その、事務所がお笑い事務所じゃなかったから、いろんな事務所の若手ライブに出させてもらったんですけど、うん、はいはい、そう思ったら、今のスターばっかりいました。今思ったら、わかんないなと思いました。どなたが売れるとか。ああ、なるほどね。最初から私、売れる人とかって、もう完全にオーラがあって、違う次元にいるのかなって思ってたんですけど、普通の優しい、いい方みたいな感じの方をポンって売れて、えみたいな。一躍スターになってらっしゃおられるみたいな、あの感覚最初不思議でした。なるほど、うん、でもやっぱめちゃくちゃライブで受けてらっしゃるから、そこですよね。ライブシーンでめっちゃちゃんと受けてますよ、そういう人って。うん、うん、っていうあれを過ごし、ダチョウを見つけたんですよ。どうじゃね、ダチョウ。2015年5月8日のメモでした。バーッと見て、あ、僕が、はい、気になるやつ教えてほしいです。当時その思ったことをとりあえずメモするっていう習慣をつけてたんですよ。ただちょっとなんかトゲトゲしてます。先に言ってきますけど、当時は自分に余裕がないからトゲトゲしてる可能性が高いです。口調が変なのがあるんですけど、はい、外国人に日本の文化をやたら褒めさせるのバージョン違いの同じシーム3回続くのっていうのがちょっと動くかなと。でもそれはテレビを見ていて、うん、んおかしくないみたいな思うことを多分書いたんですけど、うん、褒めさせるのじゃなくて褒めさせるやつみたいなニュアンスで、うん、本当になんか当時なんか全てに対して自分がもういかないからちょっとイライラしてた点もあって、テレビ見てるだけでもなんかめっちゃちっちゃいこと気になったんですよ。やっぱ自分に余裕がないから。あ、なるほどね。そう、日本の子がすごいみたいな番組とかを見て、こんな外国の方にカメラ回して日本を褒めさせて何なのよみたいな、なるほど、感じとか。まず CM のバージョン違い3回流れるとかあったじゃないですか。あ、本当ですね。もうこうですね、最後に番組から大事なお知らせがあります、ただの番宣と。そうそうそう、視聴者としてのモックみたいな、エンドロールが早すぎて読ませる気がない。なんかさ、なんか今のクイズさん、もうちょっと間違ったらくれますよ、本当に。言ってないから。いや、もしもこれ本当にもう病んじゃって言わなきゃなったら、いや、クレマです。確かに、はい、やっぱそうなんだ、ね、自分に余裕なかったら本当にちっちゃいこととかでもトゲトゲしちゃうという。確かにトゲトゲしますね。そうなんですよ。マカロンを本当に美味しいと思って食べている女性はいない。食べてなんか怖いですね。いますよ。めっちゃ美味しいですもん、あれ。美味しいですよね。うん、今美味しいと思って。これ言わせてください。うん、多分当時食べれなかったんですよ。マカロン高いから。今マカロン流行ってていいなと思ってて、別に食べたくないし。ああ、そうだったんですね。多分そうだと思います。マカロン美味しいですもん。うん、これ多分ね、多分エミさんはそんな感じで、求めてるけど手に入らないのが今出てるんですよ。うん、あの、パンダの名前、チンチンだけど。とだけ書いてますけど。どういうこと？これなんですか？パンダの名前、チンチンって書いてますけど。本当にわかんないです。この上のレモンの盛り合わせ、辛い寄せとも面白いですけどね。わかんないですよ。これ面白いですけど、そっちがメインなんかいっていう。パンダの名前、チンチンなんですかね。シャンシャンとかリンリンとかじゃないですか。あー、だから。たまたま、チンチンなんちゃったっていう。そしたら面白いなと思ったのかな。レベル低くないですか？あ、これめっちゃ面白いですよ。次元の違う遠距離恋愛。2次元、3次元の次元の違う遠距離恋愛。これ 2.5 次元ハマったからかな。確かに。わかんないですけど、私それをちょっと思いついたとしても、それをネタに落とし込む力が高いものなんで。ああ、書いたはいいけど。うん、書いたはいいけど、多分それらをちゃんと活かしたネタは一つもないです。ちょっとあの、クレーマーゾーンなんですけど。クレーマーゾーンって泣いてもらっていいですか？なんだろう、これ。ネタじゃないと思うんですけど。思ってること書いてるの。これだからエミさんが一応、もしかしたらネタになるかもなーってことでしたね。あ、そう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 。なんか思ったことを書いて、日常の自分の感情とかが意外とネタになるかもしれないからっていうので、うん、とりあえずメモする習慣をつけろっていうふうに教わってたんで、はい、思いついたことノートみたいな感じ。ちょっと面白いかもっていうか。はい。イライラしたかわかんないですけど、うん、お湯になるのが遅すぎるシャワー、いや。いや、だけど。細い道入ったら他人の敷地か公共の道かわからないなくて、はっきりしてほしい。なんかそういうシャツが七分袖で。間違えて買った。なんかそれだと思って買ったやつ七分袖で。いらー、いや、髪つけよみたいな。その次に次元が違う遠距離恋愛来てるんで、お笑いにグイってきましたね。いや、ちょっと待って、めっちゃ恥ずかしくないですか？あるけど。なかなかお湯にならないでしょ。ちっちゃ。すごいですね。今のエミリーさん、当時のエミリーさんが、うん、今のエミリーさん見たら多分ひっくり返ると思うんですけど、この一言、はい、そこまで執着しないけど700円で1回できるくじ、うん、できることならやりたい、できなかったんですもん、当時これなくて。なるほどね。今はもうあのコンセプトカフェでひもじさが出てますね、別にやりたくないけどとか、うんうん、あ、なんか、ね、強さがね。え、そう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 、やりたいのに、うん、待って、違うかもしれないです。700円は当時
セブンイレブンで、はいはいはい、700円以上買ったらくじ引いて無料のお菓子もらえるとかありませんでした。多分それのこと言ってます。700円と思って、一番くじ700円だっけとか思って、うん、高いですね700円って。うん、それだわ多分。え、だから1400円まで買っちゃったとこですよ多分。さっきのはなんかそのサッカーに対する入れられたじゃないですか、うんはいはい、周りに対する入れられたゾーンがあって大丈夫かな。一応ちょっと保険かけといていいですか。その当時の状況でちょっとイライラしちゃっただけで、今とか本当何も思ってないです。でもちろん、はい、まんま見ますよ、はい、今日ここに来るかどうか悩みましたはっていうのと、迷惑かけないように頑張ったんだけど逆に迷惑かけちゃったみたいだねは何これ分かんない、本当に何も覚えてないですけどめっちゃ怖いです。日常であったのかな、正直今日ここに受けておくれましたみたいな言った人がいて、そのままんって思ったことを多分ね書いたんでしょう、ね、なんそれで、その後に迷惑かけるつもりはなかったんだけど結局迷惑かけちゃったみたいだねって言ってはっと思ったのかな。さすがに分かんない。同じ感じでなんかたまたま入ったのがこのお店でよかったね、人気店に入れなかったものの遠吠えって書いてます。何ですかこれ、遠吠えとか言ってるじゃないですか。うわやばい、私めっちゃ言ってますよ最近の動画とかで。行列店と入れなくて、結果的に入れなかったからこのお店にたどり着けただけなんで、よかったです、うん、とか言って、あなるほど、地方のやつとかめっちゃ言ってますよ多分。あと花粉症アピールがすごいって感じで、もう今めっちゃアピールしますけど人って自分に余裕ないとそうなっちゃうんですね多分。いやそうなんですよね、うん、もう一度ちっちゃいことも気になるみたいな。あとこれも怒ってるんですけど、多分前のめりになる女、父を置くって感じですけど。どういうこと？ああ、なるほど。はい、でさあ、そう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 、いるわでも、はい。それ今でも嫌かも。なるほど。うん、なんか短歌っぽいですね。前の目になる女、父を置くみたいな。俳句っぽいですね、ちょっとなんか。でもこれ多分限界だったと思うんですけど、高いティッシュは甘いって書いてます。入浴剤代わりにコーンスープの素。何言ってるんですか？わかんないです。疲れてますよ。疲れてますね。うん。入浴剤をこれお金はないなみたいな。何があるだろう。マカロンスープの素があるから入れちゃおうかしらみたいな。なんかね、ちょっとね、うん、ティッシュ甘い。あ、食べてみようかな。あ、甘いみたいな。気づき気づき気づきやメモ気づきやメモ。怖っ。お笑いわかんなくってるゾーンがあるんですけど。はい。納豆を初めて食べた人ってすごいよね。私だったら絶対無理。で、ハーですよ、それこそ。これ、ハーないですか？確かに。確かに、それを言ってる人に対してのハーじゃなくて、もう、え、わかんない、わかんない、わかんない。カミンさんこう思ったんですか？カミンちゃんが絶対無理って思ったんですか？納豆苦手です。ですよね。すごいよね。あ、そしたら絶対無理。はですよ。それはなんでなんだろう、一回読み解いていいですか、自分も。もちろん、もちろん。それがネタになることはないと思うんですけれども、うん、でもそれを書いたってことは、うん、えよく言うやつだし、なんか結構会話あるあるじゃないですか。なんかウニ食べたい、最初に食べてすごいよね、ナマコ最初に食べてすごいよねみたいな、うん、会話あるあるを言って、その後何もないんですよね。これ誰もわかんないですよ、意味ですか。マジでわかんないな。これで面白いことで普通にトイレの神様の神様目線で歌、うん、ああそんなことないやでとか、そうそうそう毎日掃除してくれてるんやでみたいな確かにそれは嬉しいけど、なんかそこまで求められても厳しいでみたいな。そうそうそうね、うん、確かにおばあちゃんに勝手になんか言ってるでみたいなでもそうですよね、うん、なんかトイレにはそらそら綺麗な女神様がいるんやで、そんな綺麗じゃないよとかね。そう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 、うん、できそうですけどね。うん、できそう、うん、これをそのなんかさっきの孤独な世界でやってと思ったらなんかちょっと泣けてきますね。ちょっとめっちゃかわいそう友達誰もいなくて毎日寝てなくてバイトと受からないオーディションの繰り返しをして、仕事になったらピンクの服着て、ピンクから来ましたイエーイとか言って、あでもしたーとか言って帰って誰も友達いなかったし、その芸人さんもやっぱ関わりたくないで、キャラ芸人の、まあまあね、なんか大学生のボットでの、しかもなんか事務所の力で他事務所なのに事務所出てくるやつ絶対嫌いなんで。なるほど、全然僕出会う前ですもんね、多分全然出会うも全然出会う前です、はい、マジで他事務所の先輩にも嫌われてたんですよ。普通って事務所ライブとかでも出るのに皆さんオーディションして出たりとかしてるんですね、うん、芸人さんの数が多いから、うん、なのに私は1年目の全然思んないのにポッド出で事務所と事務所のお願いみたいな感じで出てきて、うん、でしかも他事務所っていう忖度もあって、うん、私だけちょっとなんかギャラちゃんともらってたみたいな。 あそうなんだ。そうなんですよ、順番もいいしね。私はもうなんかちょっといいところで接待してもらって、でも1年目ですよ、1年目の女子大生のキャラ芸人のやつが事務所が大きいとこだったから事務所の力だけでみたいな感じで、うん、で全然思んないですよ、みたいな感じで全然思んなくて。確かにね、そうだからその環境もつらかったんですよ。ありがたいんですけど事務所が考えてくれてそうやってやってくれるのも嬉しいけど、自分の身の丈に合ってないし、あんな名前チンチン
本当にあっちこっちそのレベルの人がダメなんですよ。そんな違う他事務所のライブ汚しに行っちゃダメなんですよ。聞いてね、悪い虫に引っかかってないよね、病虫検査とかね。このレベルが大手芸能事務所らしいよみたいな、うん、めっちゃ申し訳ないわ。僕はでもフラットに思うんですけど、ラッキーとかに入れたのは本人の力ですからね。多分ラッキーだったんですよ、いろいろ入れた力があると思うね、皆さん。確かに事務所のご利用したよねとかも、そんだけ事務所から押してもらえる何かがあるわけですよね。そうなんですよ、確かに確かに、うん、これ面白いですよ。当たり前なことに切れる客、言ってたら固まった、食べたらなくなった。卵卵ですかね。確かに、うん、ちゃんとセンスはちゃんとあったらね、それだけでちゃんと1本できそうですもんね、うんうん。やっぱそう思うと、なんか女一人って辛いですね。まあね、うん、ツッコミとか欲しかったです、うんうんうん、賢い人欲しかったです、ネタかける人みたいな。でもどうだよね、当時から。え、面白かったですからね。多分まず T 君ぐらいですよ、ちゃんと評価してるの。いや、でも僕でもそのエミネスの仕事した時に、うん、ファンの方から来ましたよ、リプルとか DM とか。確かその時 Twitter 動画はやってたんで、そのネット系はちょっと始めたぐらいですかね。言ってなかったですか。あ、どうだったかな。でもファンの人がいるってことはそうでしたか。やってるか、確かに。ツイッター動画をやり始めたくらいだったんですよね。で、だからネットでは評価されてるけど、芸人からはあいつ思んないのにみたいな絶対あったんで。僕でも前もってもわかんないですけど、マジで偶然なんですよね。みんな知ってはいませんっけ。いや、知らないです。嘘、あれ何でしたっけ。多分言いましたよ。で、忘れてるかもしれないです。深夜のパチンコの時だったんですよ。うん、たまたま番組が見てた、そのスーパープレミア演出発生みたいな、うんうんうん、で何これ見てみようと思って見てたんですよ、うん、そんな見せてないんですよ、うん、それで知ってました。え、すごい、めちゃくちゃレアな演出が今夜発生するみたいな。へえ。で、好きな機種かなんかだったと思うんですけど、出ててこんなことだと思って調べたら動画に。すごい、なんかやっぱ深夜のパチンコ番組とかって誰が見るんだろうとか正直思うじゃないですか。いや、マジそうですよ。ちゃんと見てる人は見てるんだ。マジでそうですよね。すごい、本当それきっかけですもん、本当に。今頑張ってる、下積み積んでるその地下アイドルの方とか、頑張りましょう。地下のステージに何があるんだろうとか思うかもしれないけど、そこにきっと来てる人は来てるし、見てる人は見てるんだ。橋本環奈さんとかもそうですもんね。いや、確かにそうですね、うん、ちゃんと見てる人が見てたからっていう。なるほど。2016年ですよ、11月。すごい、細いですね。細いですか。遅いですよ、ちょっと疲れてた時かもな。体重の増減その時はやばいんですよ。現実でめっちゃ太ってる時とスンってなってる時とあるんで、うんうんうん、結論あれですね、人生何が起こるか分かんないってことです。鳥貴族は本当に美味しいし、今日も絶対に鳥貴族をこんなにお腹いっぱい食べれる日は来ないからそう思ってたんですけど、うんうん、なんで確かに、ね、なんか頑張ろうってことですね。そう、みんな頑張ろうってことです。今言った感じとかもさ、面白くないじゃないですか。パンダチンチンとか言って、パンダチンチン面白いですよ。いやいや、きついでしょ。ニュースとかでパンダ頑張りました、お前はチンチンですとかって。お姉ちゃんはシャンシャンで、弟はリンリン、はい、で、その言葉、チンチンですね。チンチン S ですとか言って。ちょっと面白いですね。確かに。っていうことです。いけるんですかね。分かんない、いけるのかな。なんだろう。え、あとなんかありますか、聞きたいこととか。なんか軽く実演できます。落とし込みますか、じゃあ。今聞いた中でどれが一番ちょっと見えます。怖っ。逆も全然いいですよ。逆にこれは見ないでもいいですよ。見ないのはなんかそれ文句言ってるだけのやつは全く見ないですけど、当時エンタとかだったから、なんかそういうめっちゃ不満言うだけとかでも意外となんかその、まあ、言ったらやめてやめてもそうそうね。あ、そうそうそう、なんかキャラ芸人みたいな感じで一人だから、うん、当時だったら成り立ったかもわかんないです。なんかそのなるほど、うん、じゃあ一言ネタっぽくすればいいですね、これを。うんうんうん、うんうん、そうですね。あーと今でーんとかでっかちゃんだよとか、うん、あーそう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 か、あのチートキーとかなんかそういうなんかくればいいですね。うんうんうん、そう、フォーマットができれば全部いけますよ、文句言うやつ。なるほど。本当かな。当時だったらね、今は通用しないと思うんですけど、はいはい、あえて皆さんそのなんか、なんて言うでしょう、すっごい才能ある方がレベルを下げてというか、うんうん、作ったりとかしてたじゃないですか。なるほど。私はそれが等身大の精一杯ですけど、うん、なんかびっくり、びっくりみたいな感じで、なんかブリッジ作るやつとか、びっくりしちゃったなみたいな、なんかそういう感じのやつ。びっくりしちゃってよーって。それでっかちゃんだよ、なっちゃんね。エミリン、びっくりみたいな。エミリン、びっくり。びっくりびっくりん。あ、これでいきましょう、じゃあ。エミリン、ビックリン、うん、これを一個のあれ、なんて言うんですか、ブリッジ、ブリッジでにしましょう。で、エミリン星から来たも残してほしいです。あ、ありがとう。エミリン星から来て、地球はあ、なるほど、ビックリみたいな、こんなことでびっくりしちゃったの。そう、なんか地球はびっくりすることがビックリンみたいな、うん、で、なんか言って、うん、エミリンビックリンで、なんとかなんとか、エミリンビックリン。
そのネタの言い方どうしますか。その例えばなかなか運にならないシャワーエミリンびっくりみたいになっちゃいますけど、その肝心のとこはどうしますか。ちょっと喋りっぽくしましょう。この間、うん、ホテルに行ったんだけど、シャワーでお湯出そうと思ったら全然泳がでないの。もうエミリンびっくりこれもう入れましょう。びっくり。あ、いいですね、いいですね、うん、ポーズはびっくりみたいな。あ、いいですね今のあれるじゃないですか。はい、お湯がなかなか、あ、シャワーがなかなかならない、うん、それをこういうあのレモンのフライで出てきたのみたいな感じで、そういう嘘もつくんだ。そうニュース見てたらさ、パンダ前一日だったのエミびっくりとかね嘘でいいと思いますなるほどね、はい、そっか、うん、あ、じゃあ行きます。もう一ネタどうぞ。はい、はい、最初どうしました。あ、こんにちは、エミリーことおばちゃみです。地球を守るためにエミリー世界やっていた大長女。なんだ、ニュース番組を見てたんだけど、パンダの名前が発表されて、パンダの名前がチンチンだったの。わー、エミリン、びっくりん。全然笑ってない。どうしよう。どうしよう。泣き全然笑ってない。放送禁止で笑わないんで。もうちょっと歌っぽくしましょう。ブリッジを。エミリン？いやーばばばいとかじゃないですか、昔。いやーばばばばいばみたいな。ああいう感じの。エミリンびっくりんで。なんかエミリン。動き回った方がいいですか、ね、あ、そうですね。うん。エミリンびっくりん。あ、うん。びっくりん。エミリンとか。あ、いいですね。あ、いいですよ。エミリンびっくりん。びっくりエミリン、うん、あ、最後びっくりエミリンびっくりんは終わります。エミリンびっくりびっくりエミリンびっくりんは、あ、めっちゃいいですよ。このまま行きましょう。このままその、このままこれこないだ、あ、エミリンびっくりびっくりエミリンびっくりんは、うん、こないだユニクロに行ったんだけど、長袖のヒートテックを買って着てみたら七分袖だったの。エミリンびっくりびっくりエミリンびっくりん、わあ、はい、先生このまま行きましょう。こないだ友達と居酒屋に行ったんだけど、その友達、前のめりに寝たとき、チーチーをこいたの。うわぁ、エミリン、びっくりん、びっくり、エミリン、びっくり、うわぁ、いいですよ、これをしょ、これエミリン、こないだエミリン、こないだ、高いティッシュをね、舐めてみたんだけど、これめっちゃネタっぽいんで。この前エミリン、友達から相談を受けて、最近悪い虫に引っかかってんだよねって言ってきたから、恋愛のアドバイスしてあげたんだけど、引っかかったの幼虫検査だったの。わー、エミリンびっくりんびっくりエミリンびっくりん、わー、どうもありがとうございました。続いてはこの方。いけないよ。エンドの神様さん、特番の時どうですか。面白かった。全然頑張るんで。本当に寝ます。え、本当に寝ます。毎日起きたら、あ、無理かも。でも、まあ、もう逆に、まあまあね、逆にね、それ嬉しいですけど、来ないでしょ。さすがに。令和に、これを本当に真面目にやってるって思われることは、ちょっと、厳しいかもしれないですね。その時代にあった笑いってあるじゃないですか、やっぱ。確かにね。ね。その武勇伝、武勇伝とか、ラスンゴ俺らとかの時代だったら、うん、もしかしたらその、リズムネタとか。確かに確かに。あったかもしれないけど、今は厳しいです。うん、ミリン、びっくりんはちょっとさすがに。びっくり、ミリン。びっくりんは、どうも。ありがとうございました。
続いてはこの曲。エンタの会さんありましたね、コント近くのマジカリストとか、はい、なんかいいキャッチフレーズいいんですよね、笑いのニューウェーブ、ああそうそうそう、すべてにびっくりとか、なんか雑なやつつきそうですね。あ確かに、うん、地球でいろんなことにびっくりびっくり会のプリンセスとかビジネスか終わりです、ありがとうございました、よかった、できて